アメリカ合衆国、ルイジアナ州、ハーベイの家の裏庭裏庭、またはバックヤードは住宅がある敷地において奥の庭のことで西洋世界では郊外開発住宅に共通して見られる。バックガーデンはイギリスの郊外や園芸文化において特別な場所として扱われている裏庭のこと。便利屋プロジェクトの一環として住宅所有者の裏庭のために建設されている遊び場。 カナダの裏庭のパーティーでポーズを取る人フィンランド、タンペレの家の裏庭。裏庭のサイズに応じて、以下のようなアイテムがいくつも存在する場合があります。バーベキュー1929年に、ブリスベン、クイーンズランド、オーストラリアの裏庭オーストラリアでは、20世紀半ばまで、土地の裏庭には、伝統的に課金の繁殖地、離れ屋、野菜のパッチ、そしてウッドヒープが配置されていました。 ごく最近では、これらは、バーベキューや、プールなどの屋外の娯楽に置き換えられました。しかし、1990年代以降、住居が建物のほとんど全てを占めているため、オーストラリアの郊外開発の傾向は、裏庭がなくなる傾向にあります。ハウジングがテラスになっている場合は、王道は利用できず、テラスの裏側を走る路地からアクセスできます。 通りに直接開いている建物には前提がないかもしれませんが、ほとんどは後ろにいくらかのスペースを持っていますが、小さいです。例外は、リーズンのようなイギリスの北部の工業地帯で見られる連続住宅ですが、現在はほとんど破壊されています。プライベートのある裏庭は、1875年、公衆衛生法に準拠するために建設された住居の一種である、ロー法による、 家の特徴です。イギリスには1000万人以上のバックガーデンがあります。イギリスの計画は隣接する住居の後面の間の最小距離を必要とします。そしてそれゆえにある種の裏庭のためのスペースが通常あります。オーストラリアのような他の国々では、これは当てはまらず、大きな設置面積の建物に対する好みが、後部のスペースを絞り出す傾向があります。 カンタベリー外司教の裏庭にはエラスムスによって植えられたと言われているクワが含まれています。実際、その機能的及び娯楽的用途は非常に多様であるため簡単に分類することはできません。裏庭の使用の自由の多くは全面で行われていないことの制限、社会的または法的なものから来ています。通常、衣服は乾かさず、野菜は栽培されず、日光浴は 前提では行われません。これらすべては裏庭のプライバシーの中で起こる可能性があります。伝統的に人々は裏庭を彼ら自身のために私的なものとして扱い、彼らが隣人のものとして扱うのではありません。どのようにして自分の隣人を迎えることができ、対話することができるかの社会的エチケットは複雑であり、 多くの非公式の社会的規則によって定義されているかもしれません。地域によっては裏の壁を越えて隣人と話すのが一般的で隣人性の歓迎される形態でありますが他の場所ではそうではない場合も見受けられます。ありがとうございます。